はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。嫁レプの嫁ことさーちゃんです。こちらはですね、我が家のペット部屋にある棚です。ショートとかでね、たまにあげてたんですけど、結構この生き物系、爬虫類系のガチャガチャをやるのが好きで、こんな感じで引いたやつを飾ってるんですが、今回ねこの中でまた新しいシリーズが出てたので、そちらを紹介していこうと思います。それがですね、じゃじゃん、こちらのお相撲さんシリーズですね。カエル力士だったかな、これの新しいシリーズが出たので回してきました。でそちらの開封をですね、今回はショートじゃなくて普通の動画として回そうかなと思います。よかったら最後までご覧ください。はい、というわけでね、こちらに絶賛脱皮中の青じたトカゲの青島さんがおりますが、このケージの前で開封していこうと思います。ガチャガチャですね、1回400円のガチャガチャで、とりあえず4回回しました。で一応ね、その当たった順に開けていきますね。はい、まず1個目、こちらの緑のカプセルが当たりました。これね、見ていただくと分かるんですが、中身見えるんですよね。なのでとりあえず今4回引いた分を先にこの状態で見せますね。まず1個目これで、はい、次2個目、じゃ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 ん、はい、2個目これ、はい、3個目これ、あれ、はい、4個目これ、あれ、はい、ということでね4回引いたんですよ。で最初にね、丸めタピオカガエル、このジャケットといいますか、このガチャガチャの顔ですよね、横綱ですね、丸めタピオカガエル、バジェットガエルが当たったので、よっしゃーと思ったんですが、その後まさかのね、殿様ガエル、関脇の殿様ガエル1-3連チャンという、はい、なんでやねんという結果になってしまいまして、あ、4つ中3個、同じやんと思って、さすがにね、もうちょっと種類欲しかったので追加であと2回引いてきました。でなんとか行司と大関の引きガエル、行司は森青ガエルですね、はい、を引くことができました。本当に良かったこのあとね、ちょっと追加でもう2回引くわって、2回ともまた殿様ガエルだったらどうしようかなと思ったんですけど、なんとかね、かぶらずに4種類引くことができました。まあ自力でね、ちょっと余分にお金はかかりましたけど、まあ自力で4種類揃えられたんなら、まあまあまあいいかと思ってね、はい。で先日秋葉原に行ってきました。秋葉原に行って、秋葉原にね、結構ガチャガチャの景品が中身が見える状態で売ってるお店っていうのが結構ありまして、まあその普通にガチャガチャ引くよりはちょっと高めになっちゃうんですけど、まあ、中身を選んで買うことができるっていうね、お店がちらほらいろんなところにあります。で私がよく行くのはラジオ会館っていう大きいビルがあって、その中になんかいろんなフィギュア屋さんだったり、ドールのお店とか、こういうねガチャガチャの景品が売ってるようなお店とか、もうすごいたくさんお店が入ってるラジオ会館っていう、本当に駅前、秋葉原の電気街口出てちょっと行ったところにある大きいお店があるんですけど、秋葉原行った時は必ず私はそこに行くんですね。でそこの中のお店に結構ね、いろんな種類のガチャガチャの景品が置いてあるところがあって、こういうね生き物系のガチャガチャだったりとか、あとよくあるミニチュアのやつ、結構人気だと思うんですけど、そういうミニチュア系もすごく種類豊富に売ってるお店があって、今回ねそちらで残りの2種類見つけたので購入してきましたので、全種類ここに出していこうと思います。はい、というわけで全種類出してみました。なんかねこのねアマガエル、小結びのアマガエルはなぜかね、自力で立ってくれないのでちょっとこういう状態になっちゃうんですけど、この全部で6種類が今回のラインナップでございます。一個一個ねお見せしていこうかなと思います。はい、まず横綱の丸みタピオカガエルですね。すごい、この顔が横綱っぽいですよね。ピントが合わない、この辺かな。
体も体型もなんかまさに横綱っていう感じでね、はい、ちゃんとふんどしを締めて立派なこれをしてます。すごいちゃんとこのくびれてる感じがね、リアリティがありますね。私は飼育はしてないんですけど、動画でねよくこの子を見たりするので、あーこんな感じの顔だなと、ね、飼ってらっしゃる方どうでしょう、結構リアルなんじゃないかなと思います。はい、次に大関のヒキガエルです。何ヒキガエルかは書いてないんですけど、こんな感じでなんかさ美味しそうじゃないですかちゃんとねお酒飲んでるんですけど、お酒もねちゃんとあります。はい、こういう感じでこの子もね赤いふんどしを履いております。青島さんがね出てきましたねはい、かわいい。みんなねお尻がプリッとしててかわいいですね。こんな質感かわいい。はい、こういう感じです。大関のヒキガエル。はい、次に関脇の殿様ガエル1ですね。はい、うちにね最初ね丸めタピオカガエルがジャケットにドンといるんですけど、まあ丸めうちにいないしなって思ってラインナップ見たら殿様ガエルがいたので、うち殿様ガエル2匹いるし、と思ってこれでちょっとね引くのを決めた感はあります。これもねリアル。まあ、お尻のこのちょっとプリッとしてる すごくないですか、このふんどしの脇のプリッとしたお肉リアル。いやかわいい。ちょっとねちょっとティーバッグみたいな、ブーメランパンツみたいに見えますけどかわいい。はい、こっちが1で2ですね。ポーズが若干違います。こっちはハッキーを言うんですね。はい、2匹並べるとねこういう感じでいいですね。向かい合わせてこういう感じで置いておきたい。かわいいアマガエル、かわいいかわいい。なんかまだね子供相撲みたいな、お子ちゃんって感じがしますね。かわいいですね。ふんどしの色が違いますね。かわいい。ちゃんとねこのふんどしが食い込んでる感じがいいですね。これあれですかね、柱にこうパンパンパンって練習してんのかなかわいい。はい、で最後に立ってくれ頼む。あはい、最後に行司さんの森青ガエルですね。かわいい、かわいいですね。はい、こんな感じです。かわいいですね。思わず後輩になってしまう。はい、はい、こちらがカエル力士2ハッキー酔いフィギュアっていう商品名になります。はい、こちらのラインナップこんな感じでございました。3とかも出るのかな。ぜひね家アメとかなんか角ガエルとかも強そうですよね。うん、あとはヤドクガエルとかもなんかこうすばしっこい動きをして相手を翻弄するみたいなで今後なんかどういうラインナップになっていくのかがすごく楽しみなフィギュアです。ぜひね私おすすめで、これいつもこうペット部屋来るためにこの子たちを眺めて可愛いなって思いながら眺めておりますので、街中でね多分まだ出たばっかりだと思います。見かけた際はぜひ回してみてはいかがでしょうか。はい、他にもねいろいろ見たことないやつとか、あとあなんか見たことあるけどこれもガチャガチャ引いてなかったわっていうやつを見かけたので、こちらも追加で買ってきました。こちらもねおまけとしてちょっと開けていこうかなと思います。はい、開封してみました。こんな感じでございます。これありがたいのがね一個一個にねちゃんとこういう元々のガチャガチャの台紙が入ってるので、なんかこのシリーズの他のやつ欲しいなって時にね、なんかメルカリとかで探そうかなと思った時に商品名がわかるっていうのがすごいありがたいなと思います。で、一応ご紹介するとなんかねこの2つが前にチョコエッグ、チョコレートの卵の形したチョコレートの中にフィギュアが入ってるみたいなやつのシリーズみたいです。でこっちが日本の動物コレクションっていうやつのイボイモリですね。でこれがペット動物コレクションっていう中のレオパのハイイエローですね。かわいい。もうこういうのとかもねもう多分今は売ってるのかな、私見たことないんですけど、
はい、手に入らないかもしれないのでね、こういうのがメルカリだったり普通にお店とかに並んでるのはありがたいなと思いますね。でこのオオサンショウウオがこちらの生き物大図鑑っていうシリーズのオオサンショウウオとメキシコサラマンダーの中のこれですね、ダーク違うライトカラーの方か、はい、1番のオオサンショウウオのライトカラー、私これオオサンショウウオが欲しくて前1回自分で回したんですけど、これがねこの金色のねアホ面のウーパールーパーが出たんですよね。で欲しかったんですけど、まあ、ウーパールーパーも好きだしいいかと思って回さなかったんですけどね、まさかこの子が売ってるとは。はい、こんな感じでお口開きます。歯があるかわいい、この間抜け面ですよ、かわいいですね。手もあーかわいい、なんたるかわいさ。はい、こんな感じで若干、本当に若干ですが稼働します。はい、こんな感じでね。はい、そしてはい、このヨガをしてるカエルさんめちゃくちゃ可愛くないですか。はい、これがですねヨガ時間っていうこういうねシリーズみたいです。ゴリラとかパグ、カエル、パンダ、シロクマがヨガをしているやつですね。ちゃんとねこの下のヨガマットもついてるんですよ、可愛い。なんか結構こういういろんな動物がいるシリーズの中にカエルだけいるとかねあるんですよ。でもカエルだけ欲しいけど他のやつまあ出てもね可愛いですけど、カエルだけ欲しいんだよなって時にこういうね中身が選べるお店に行くと本当にありがてえです売ってくれた人ありがとうという感じですね。はい、で後ろに行きまして次こちらですね、ツノガエルのやつが、よいしょ、あ、これ箸置きなんだ。これだけねなんか質感がねなんか樹脂みたいなすごいしっかりした素材だから、なんでこれだけ素材が違うんだろうと思ったら、こちらツノガエル箸置きみたいです。だからまあ洗ったりとかしてもダメになりにくいみたいな感じなのかな。はい、でこれがこれですね、クラウエルツノガエルのグリーン、はい、こんな感じのラインナップみたいです。私これはガチャガチャなのかな、でもバーコードついてるからガチャガチャじゃないのかな。あ、でもガチャガチャっぽい。はい、これはねちょっと見たことなかったですね、かわいい。ツノガエルもねなんかフォルムかわいいんですけど、噛まれるとめっちゃ血が出るっていうのを見てちょっと怖くて買えないですはい、続きまして真ん中ですね、こちらのすごいでかいヒキガエル、うちにいるヒキガエルぐらいの大きさですね、かわいい。これもねカラーバリエーションが結構いろいろありまして、アズマヒキガエルって書いてありますね。はい、こちらのネイチャーテクニカラーさん、結構ねカエルとかトカゲ、イモリ系とかのガチャガチャを出されてる会社だと思うんですけど、こちらがアズマヒキガエルですね。で多分この子は黒褐色のやつかな。はい、他のカラバリもね私が買ったお店売ってたんですけど、まあうちにいるこの、うん、こんなに黒くはなかったな茶褐色でも良かったけど、まあ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 可愛いからいいかな。大きさがすごいねリアルなんですよ、子供の時のちょうどねうちにいるヒキガエルちゃんと同じぐらいの大きさなんじゃないかな。はい、そして最後こちらのレオパちゃんが、じゃん、はい、生き物大図鑑レプティさん、ここのねバンダイさんのこのシリーズも結構ねクオリティの高いのがたくさんあるんですが、こちらが、ベストレオパとクレスということで、前にねレオパだけクレスだけのこういうシリーズのガチャガチャがあったんですが、その違うそこになかったモルフとかなのかな。はい、こちらのタンジェリントレンパーという子をお迎えしてきました。綺麗だから、なんかねうちにいるジェラ君とね若干模様が似てる気がして、この子もね、はい、ちょっとこういう感じで稼働するんですが、よいしょ、はい、お口が開きます。ちょっとね目が血走ってますねこういうモルフなのかな、かわいい。この口が開くっていうのいいですよね、かわいい、はーいみたいな、めっちゃ喋ってる感じがしてかわいいですね。正面ちょっと怖いね目がはい、こんな感じになりました。はい、まあね、普通にガチャガチャを回すよりは若干ちょっと高かったりとかもするんですけど、まあね、自分がまあ欲しくないというか自分が欲しいやつが選べるっていうことで、まあまあまあね無駄にお金を使わなくていいんじゃないかなと思いますので、ぜひね秋葉原行かれる方いらっしゃいましたら、ラジオ会館ぜひね上から下までいろんなお店がたくさん入ってるので、今回ガチャガチャの紹介というかラジカンの紹介みたいになっちゃいましたけどはい、ぜひね行って
いろいろ購入してみてはいかがでしょうか。ガチャガチャの方もね、ぜひいろいろ、最近は爬虫類両生類のガチャガチャも多くありますので、見つけたらぜひ皆さん回してみてください。というわけで今回の動画は以上で終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.